Your Favorite Enemies は、アレックス・ヘンリー・フォスター、ジェフ・ボーリュー、セフ、ベン・レムリン、ミス・イザベルとチャールズ・ムース・アリッシーによって、2006年、バレンヌにて結成。バンドは、現在、拠点をドラモンビルに移し、自らスタジオに改造した旧カトリック教会にて、生活している。結成当初から、バンドメンバーの変更はない。バンドメンバーは、ザクラッシュ。 ザ・ラモーンズ、ザ・キュアー、ノワール・デッサーや、ニック・ケーブ・ザ・バット・シーズに影響を受けており、オルタナティブ・ロックの激しさから、シューゲーザー、ニュープログ、ノイズ・ロックなども彼らのサウンドの要素として挙げられる。2008年、You ェ r バ Favorite Enemies はビルボードが選ぶ、要注目バンドトップ後の一つとして紹介された。バンドはこれまで、ヨーロッパや日本、オーストラリア、中国、台湾、アメリカ、 カナダ国内のツアー経験がある。DIY 精神に忠実に、レコーディングからツアーまで全てを自分たちで計画、実行している。2013年3月20日、バンドは、日本のキングレコードより、アルバム、ビトウィーン・イルネス・マイグレーションを世界に、先駆けリリースし、日本デビューを果たした。翌年の2014年5月20日、バンドは、カナダ版アルバム、 ビトウィンイルネスマイグレーションをリリース。リリース日には iTunes にてコールドプレートとブラック、キーズの間チャート第2位をマークした。リリース1周目にはカナダ全国のチャートにて第6位を記録し、HMV からは今週のベストセラーアーティストのタイトルを与えられた。開放的なギターテクスチャーや複雑でアートロックが光るサウンドと、 社会政治的なリリック傾向を持ったアルバムは、バンドのリリースの中でも最も勢いのあるアルバムだと言われている。You are Favorite Enemies は、アレックス・ヘンリー・フォスター、ジェフ・ボーリュー、セフ、ベン・レムリン、ミス・イザベルとチャールズ・ムース・アリッシーによって、2006年に結成された、モントリオール・ロック・バンドである。バンド結成当初から、6人は、コミュニティ価値と DIY 精神に基づき、 バンドのキャリアのあらゆる側面を管理してきた。ソニックユース、フガジ、ザキュアー、ピクシーズ、マイ・ブラディ・バランタンやマーズ・ボルタに影響を受けたバンドの荒くも磨かれた不協和音のテクスチャーや内省的なし、そして象徴主義的なリリカルアプローチを独自にブレンドしたスタイルは芝叩く間に世界中に熱狂的なファンを生んだ。献身的なファンたちは 各国にストリートチームやファンコミュニティを設立し、すぐさまユアフェイバリットエネミーズの宣伝を始めた。DIY への価値に忠実に、2007年、バンドメンバーは自主レーベルホープフルトラジェリーレコーズを設立し、自主制作 EP And If I Was Two Da In The Morning、Would I Still Be Sleeping With You をリリースした。2 0 0年6月に発売された EP は。 発売からたった数ヶ月で3万枚のセールスを記録し、バンドを初のヨーロッパヘッドライニングツアーへと導いた。バンドはロンドン、パリ、ベルリンやケルンを訪れ、パフォーマンスをした。2008年にはビルボードで国際的スターへと駆け上がっていく、カナディアンアクトトップ5に選ばれた。2008年6月1日、バンドはセカンドアルバム、ラブイズ、 エイプロミス・ウィスパリング・グッバイをリリース。6万枚のセールスを記録した。同年、バンドは、シンプル、プランとともに、初の日本ツアーを行い、東京、大阪、名古屋を訪れた。このツアーでのパフォーマンスが、ビデオゲームコンポーザーである、石本武春の目に留まり、バンドは、ディシリア・ファイナル・ファンタジーのテーマソングを含む、サウンドトラック3曲のアレンジ、歌詞、 そして演奏を担当することとなった。ディシディアファイナルファンタジーのサウンドトラックは日本の iTunes チャートにて50位を記録。また、同年バンドは自主レーベル Hopeful Tragedy Records にマルチメディアセクションとして UFTB を加え多岐にわたるコンテンツの放送を始めた。Your Favorite Enemies は2009年ドラモンビルにある旧カトリック教会を購入し、 プロフェッショナルレコーディングスタジオへと改造した。ウェブ上で行うライブストリーミングのための設備から、TV セット、レーベルのオフィス、そして音楽を通して、キッズたちに手を差し伸べるためや、人権支援のための非営利団体まで、すべての準備を整えた。バンドメンバーは、今後のプロジェクト等に必要なインフラを整備するため、表舞台から、しばし離れる時間をとった。 2010年12月10日、You are Favorite Enemies は独自の生トーク番組ブラブラブラライブショーの第1回エピソードを放送した。番組の目的はバンドのリリースやツアー情報、新しいバンドグッズの発表やライフスタイルまであらゆるニュースをカバーすることだった。2011年6月26日に放送された第4回目、放送から現在まで番組は 数時間の休憩を挟み、英語とフランス語で生放送されている。さらに、生放送から一週間後には、日本語字幕のついたビデオがリリースされる。2011年3月11日、日本の東北地方沿岸は、近代の歴史でも最も破壊力のある地震と津波に見舞われた。このニュースを受けて、ユアフェ r バリットエネミーズは、すぐさま、 ホーププロジェクトを開始することにした。バンドは世界中の人から支援や共感、励ましの言葉を募り、それをポストカードにして被災した人たちに送った。レッドクロスをはじめ、世界中至る場所にある小学校からも協力を得た。プロジェクト開始からすぐに世界中の人々から何百枚ものメッセージが届いた。さらに、ビルボードや、 USA Today などがこのプロジェクトを支援し、新聞やネット上でこのニュースを拡散していた。2011年5月25日、バンドメンバーは宮城県南三陸町にあるシェルターを訪れた。ホーププロジェクトの一つの締めくくりとして、日本ツアーを行ったのだ。アリセン・フロム・リスペアーズ、A Morning of All Hope と名付けられた、このツアーで、バンドは東京、大阪、 京都に立ち寄り、コンサートをした。ツアー中、日本の読売新聞のインタビューをはじめ、様々なメディアからの報道を受けた。京都では、海外バンドとして、初めて、歴史あるあたご念仏寺にてコンサートを行った。この時のライブ映像は、2012年1月に、DVD ランニングスルーザレインオブエストレインジェメントキャッチングピュアドロップスオブダイヤモンドブリスとして、 リリースされている。2011年4月から5月、You are Favorite Enemies は、The Rising Youth of the Dragon Land とと称して、中国ツアーを行った。ミディア、ゼブラフェスティバルに出演する中、様々な都市のクラブや、ライブハウスにてコンサートを行った。エイズ基金への支援や、長年にわたり、アムネスティ・インターナショナルのスポークスパーソンとして、知られていたバンドは、中国で、 最も物議を醸し出すバンドと呼ばれることとなった。バンドはビルボードでアーティスト・オブ・ザ・ウィークとして特集され、複数のローカルメディアや海外のマスメディアからも注目を受けた。2011年6月28日、バンドはアルバムラブ・イズ・エイ・プロミス・ウィスパリング・グッバイのデラックスリマスターバージョンを未発売曲やライブバージョン限定ビデオを含めてリリースした。 また、同時期にこのアルバムや、そのコンテキスト、コンテンツや意味などについて、ファンから寄せられた質問に答える形で10本の、ビデオインタビューシリーズも行った。2012年初頭、You Are Favorite Enemies は、アコースティックプロジェクト、バーグスーベニールの制作を始めた。このアルバムのファーストシングル、Turn the Dart Over は、アーティストシーウルフのカバーである。月日に、 リリースされたバーグス・ベニールには詩、朗読、バンド初期の曲やバンドにインスピレーションを与えた様々なアーティストのカバーからなる14曲が収録されている。Your Favorite Enemies がこれまでリリースした中でも最も大きな歓迎を受けたアルバムは From A Spark To A Song と呼ばれる特別ブログシリーズによりそれぞれの曲の意味など詳細が説明された。 このアルバムは2009年にバンドが購入した旧カトリック教会にてレコーディングされるなど完全セルフプロデュースで発売された。そしてアルバムバーグス・ベニールは LP レコードセークリット・カインド・オブ・ウィスパーズを生むこととなった。バンドのオリジナル楽曲4曲を含み、さらにフランス語での詩の朗読が5曲、そのうち1曲は LP レコード版限定である。 LP レコード、s a c r e ト Kind of Whispers は2013年6月7日に発売された。Your Favorite Enemies は2013年1月、初めにアルバム、Between Illness and Migration のレコーディングを終えた。ニューヨークのフラキシバティスタジオにて、ジョン・アグナロの手によってミックス作業が行われた。アグネロ氏はこのアルバムについて、激しさとメローの両方を兼ね添えたアルバムだ。 ギター音も多く、様々なレイヤーを含んだ曲によっては叙情的な旅とも言えるだろう。プログロック、ノイズロックや初期のエモサウンドなど、このアルバムはソニックユース、マーズボルタやスマッシングパンプキンズなんかを思い起こさせるね。DIY 精神に忠実にバンドはこのアルバムをマーケットごとに異なる日程で、それぞれ違うボーナストラックや、 オリジナルアートワークを使用して発売する方針を取る。そして、ビトウィーン・イルネス・マイグレーションは、2013年3月20日に、日本のキングレコードから最初に発売された。ファンタイ望の日本デビューアルバムは、好評を博し、タワーレコードで数週間ほど特集アーティストとして、扱われた。2013年7月8日、You ェ r バ Favorite Enemies は、EP。 ユースフルドリームス・オブ・アン・オールド・エンパイアを UK 限定でリリースした。収録トラック3曲からなる EP はフルレンスアルバムビトウィーン・イルネス・アンド・マイグレーションへの入り口としてリリースされ UK 全土で好評を得た。アルツーンズは EP についてオルタナティブ、シューゲーザー、ニュープログやノイズロックなどがブレンドされたザ・レボネッツやクロコダイルズを想起させるようなサウンド。 そして、作詞スタイルは、ザ・クラッシュ、ザ・ラモーンズやザ・キュアーなどに影響を受けていると語っている。ウィズ・ギターズは、バンドはデビューアルバムに気合が入っているみたいだね。どれをリードトラックにしても良さそうだと語り、ラウダーザン・ウォーは、Your Favorite Enemies をニコルバックと比べ、前者の方がはるかに良いと語った。バンドは、サウンドレボリューションからもポジティブなレビューを受け取った。 2013年9月6日、バンドは、オーストラリア版アルバム、ビトウィーン・イルネス・アンド・マイグレーションをリリースした。アルバムは、ザ・シドニー・モーニング・ヘラルドにて、4つ星を獲得。You ェ r バ Favorite Enemies は、感情の高まりや感動を与え、人々を魅了し続ける音楽を作れるだけの経験があり、才能に溢れたグループだ。アレックス・フォスターが家事を取り社会的活動も行う。 バンドは彼らのオーディエンスたちを旅へと連れて行くことを楽しんでいる。ポジティブでエネルギッシュで広々とした作品は、その拡張するギターとリズミカルなドラム、そしてホスターの好奇心や探求心に溢れた指摘で感情的なボーカルは、瀬戸際を進みながらも自身のフォームを保つミュージシャンの姿がうかがえると評された。オーストラリア版アルバム ビトゥインイルネスマイグレーションのリリースをサポートするために You ェ r バ Favorite Enemies は2013年9月7日よりオーストラリアツアーへと出発しブリスベンのビッグサウンドフェスティバルにも招待された。More t h ズ＆メ Noise and Make Believes と名付けられた。このツアーはオーストラリアと日本へも立ち寄り、アルバム発売から初めての来日を果たした。10月、バンドは カーン、死に招かれ、ロンドンへ向かい、写真撮影とニアに渡りコンサートを行った。その後、カーン、死にて、カナダ、エスベスト、ケプトシークレットと評された。またシングル、アイジャスト Know は、耳をとろけさせる曲トップ子として紹介された。2014年は、長期ツアーによって始まった。フランスは、 カンヌのミデムに参加した後、バンドは、フロムアッパールームツーハイアースカイと称して、UK ツアーへと出発した。このツアーでは、イギリス全土やスコットランドを訪れ、キングタッツ、ザ・バーフライ、ザ・セクリア・ザ・エスキアーズなどのライブハウスで演奏を行った。2014年4月22日、フランス限定 EP、アントレ・モレー・オートル・レ・セックスがリリースされた。5曲入り、 オリジナルカバーのパッケージ EP は、期間枚数限定で、バンドのオンラインストアにて販売され、2週間も経たない、うちに完売となった。現在もデジタル版にて購入が可能である、アントレ・モレー・オートル・レセックスは、フランスのウェブマガジンマザーット、マタランド、やアブスコアマグなどにて、高評価を得た。4月20日。 カナダ国内でのオフィシャルリリース1ヶ月前にアルバム、ビトウィン・イルネス・マイグレーションは、ボーナストラックとバンドのビデオインタビューを含んで、iTunes でプレオーダーが開始された。5月20日のオフィシャルリリース日には、コールドプレートとブラック・キーズの間、チャート第2位をマークした。リリース日から1週間で、カナダ全国のチャートにて、第6位を記録し、HMV では、 今週のベストセラーアーティストのタイトルを与えられた。開放的なギターテクスチャーや複雑でアートロックが光るサウンドと社会政治的なリリック傾向を持ったアルバムはこれまででも最も影響力のあるアルバムだと言われている。アルバムリリース及びカナダ国内でのチャートよりレジャーナルでモントリオール、ラプレッセ、エル、エクスプレスでドラモネビルなどの一流メディアの注目を 集めることとなった。またバンドは、c t v オタワ w ー r Morning Live、m u s e や、ラジオカナダなどの TV 出演を果たし、アルバム紹介をした。カナダ版アルバム、Between Illness and Migration からのファーストシングル、I Just On Two t o Know が、4月より、モントリオールのロックラジオ曲チャーム FM にて、放送され始め、スレーブス・オン・ドープのジェイソン・ロックマンによって、 4月21日にビッグシャイニーニューソングオブザウィークとして選ばれた。アイジャストオンチューツノーは曲のローテーションに加わり、1日に1回は必ず流れるほど頻繁にプレイされた。また、バンドはチャーム FM 曲のスタジオに招かれ生演奏をし、ザ・ロックバンドのインタビューも行った。さらにアイジャストオンチューツノーの公式ビデオクリップも マッチミュージックやミューザ系プラスのローテーションに加わった。アルバム、ビトゥイン・イルネス・マイグレーションは、カーン、氏の評価により 4K を与えられ、詩的な歌詞と力強いメロディーがブレンドされた、ビトゥイン・イルネス・マイグレーションは、聴く者を魅惑的な旅へと連れて行き、コミュニティ価値に重きを置くバンドの物語を語っていると紹介された。アルバム、 ビトウィーンイルネスマイグレーションは2015年のジュノーショ賞にてサム・ロバーツ・バンド、アーケルズ、ザ・グロリアス・サンズとビッグ、レックと並びロックアルバム・オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。2016年6月17日、You r e Favorite Enemies は前作ビトウィーンイルネスマイグレーションに新しい解釈を与えたアルバム東京セッションズをリリースした。デラックス エディションとして、オリジナルアルバムより新解釈された12曲が収録され、ボーナストラックには、1から2から3、Aview From Within、I Just Want You To No, と、Where Did We Lose Each Other のラジオエディットバージョンが含まれている。カナダ国内のサウンドスキャンセールスより、アルバムは発売当日に第6位を記録した。また、iTunes では大きく飛躍し、オールジャンルのアルバムセールスで第4位。 ロックチャートで第2位、オルタナティブチャートで第3位、そしてカナダ人アーティスト内で第2位を記録するなど4つのカテゴリーでトップ5入りを果たした。2017年はニューアルバム制作のためにインスピレーションとライティングセッションに満ちた年になるだろうとわかっていた You are Favorite Enemies のメンバーは エイジャーニービヨンドを合わせるブスと名付けられたバンド発の限定レコードボックスセットとストーリーブックをリリースした。アルバム Between Illness and Migration と東京セッションズの成功によって約5年ほど世界ツアーをした後ファンへの感謝の気持ちを込めそれまでの意味深い曲たちを集めたハンドメイドコレクターアイテムを作ってお祝いすることにした。ボックスセットは フィジカルフォーマットのみでリリース。レコードは旋盤加工技術を用いて作られ、デザインはスクリーンプリントが施された。アルバムはモントリオールにある複数の個人レコード店で販売され、海外へはバンドの公式ウェブサイトから発送することによって、彼らの DIY 精神をさらに新しいレベルへと引き上げた。A Journey Beyond 合わせるブスは、 アルバムについての瞬間をシンプルに集めたものというよりも家へ戻る道を見つけようともがいている6人としてまたバンドとしての最近の5年間から生まれた親密でパーソナルなプロジェクトなんだカオティックでノイジーで悩ましい僕らの性質や得意な後悔を乗り越えて全員が一人数とがどう変わっていったのかについて呼び名は何でもよかったし 他にも様々な方法で提示できただろうし、様々な光とアングルでさらけ出すことができただろう。でも、長い間魂の混乱を経験した後、本当に神聖で純粋なものは、完璧さや正しい視点とは何の関係もないことに気づいたんだ。本当に大切なことは僕らという枠を超えた挑戦的で波外れた旅についてさらけ出し、心を開き、 分かち合うことにした僕ら自身の正直さだアレックス・エイチ・ホスター2017年7月4日に、イクスクレイム・マガジンにて、楽曲、アンダー・ニース・エイブ・ルーミング・スカイライトのビデオクリップが初公開され、その年の9月1日にアルバムをリリース。アンディ・ウォーホルの見るものを選ぶ、目の眩むようなアバンギャルド映画、そして、ニューヨークに潜む角に潜水したエッセンスや、 自己破壊的な幻想を持つサブカルチャーにインスピレーションを受けたこのビデオは若くして命を落としたアンダーグラウンドのミューズイーディセジウィックによって映し出される1960年代のサイケデリックな精神へのオマージュでもあるカナダでの反応は好評で FII、カナディアンミュージシャンズそしてエクスクレイムなどに続いて多くのデイリー氏がアルバムの話題を取り上げた ファクターはミュージックビデオを機に入り、イリ、ナウ 4K、ラウドや21ショートトンセンチュリーロックなど様々な、スティングレイのチャンネルで放送されている。レコードのボックスセットは、発売から1ヶ月ほど経った10月5日に完売。2010年12月19日、You Are Favorite Enemies は独自のウェブトーク番組ブラブラブラ、ライブショーの放送を開始した。 インターネットを通して放送される約2時間ほどの番組はバンドのライフスタイルから公式ニュース、最新リリース、新しいプロジェクトやツアー情報、さらにセット上での生演奏から限定ビデオ写真なども見ることができる内容となっている。2011年6月6日に放送した第4回エピソードよりこのトーク番組は英語とフランス語で放送され、 再放送では日本語の字幕が付く。ブラブラブラ、ライブショーの放送が開始される前、2008年12月2日から2010年4月18日まで、Your Favorite Enemies は無料イークリーポッドキャストを Web 上で配信していた。UFTV と呼ばれ、Your Favorite Enemies を構成する6人のアーティストのポートレートとして、舞台裏の映像やコンサート映像、スタジオセッション、 インタビューや人権支援者としての活動まで様々なトピックについて触れていた。そのエピソードなどがバンドの公式 YouTube チャンネル y o u ネ n e t w o r k にアップされている。You ェ r e Favorite Enemies はアムネスティ・インターナショナル、ロック・ n ライズ・ウォー・チャイルドを支援している。以前ソーシャルワーカーとして働いていたアレックス・フォスターは10年以上。 アムネスティ・インターナショナルのスポークスパーソンとして関わっている。アレックスはアムネスティ・インターナショナルが毎年開催する青年議会のカンフェレンススピーカーとして幾度か参加し、フレット・エム・アイ・ム・エンベ解放のために曲を書いたこともある。バンドはアムネスティ・インターナショナル30周年記念やギブ・ピース・ a チャンスの35周年記念、イマジン・マルシェ・デファムズ・バージョンズ・エル・アン2000。 そして人権と自由の検証51周年記念ではコンサート会場で演奏も行った。2010年の世界人権宣言の日、バンドは力強いメッセージが込められたビデオを制作し、同時にアムネスティ・インターナショナルのアートを通したキャンペーンライト・フォー・ライツをサポートした。バンドは2011年にも同じメッセージを持って新しいビデオを制作した。また、ワープドツアー中、 アメリカ出身のバンド安泰フラッグと共に人権についてのインタビューも言った。Your Favorite Enemies が支援を受けているのは以下の通りである、デューゼンバーグ、ダダリオ、エデン・エレクトロニクス、ホームブルー・ FX、マック・アンプス、メイペックス・ドラムズ、オレンジ、ボス、リモ・エス・ウォーカー・エレクトリック・ギターズ、セイビアン、ゼンハイザー、ソウル・パワー・インストゥルメンツ、 テーラーギター TC エレクトロニックテック二2 1ファーターパーカッションボックスありがとうございます。